今朝、オホーツクの滝の上町の山の中でハンターの男女2人が熊に襲われ怪我をしました。警察と消防などによりますと、今日午前8時過ぎ、滝の上町上諸骨原野の山の中で熊に襲われて2人負傷していると地元の猟友会から消防に通報がありました。熊に襲われたハンターは49歳の男性と58歳の女性です。男性は頭を引っかかれたり手を噛まれたりして重傷を負い、女性は手を引っかかれて軽い怪我をしました。2人とも自力で下山し、命に別状はないということです。重傷の男性は東京から来たということで、滝の上町の女性ハンターと50代の男性ハンターの3人で山に入っていました。2人を襲ったクマは近くにいた50代の男性ハンターがその場で仕留めたということです。